ベーリング海峡の衛星写真。海峡の幅は写真左のク地半島、デジニョフ岬と右のスワード半島プリンスオブウェールズ、岬を結ぶ直線距離およそ 82km の場所が最も狭い。その線のおよそ中間点付近にダイオミード諸島がある。ダイオミード村落ダイオミード村落遠景、リトルダイオミード島はアメリカ合衆国アラスカ州に属する島である。 以前はクルーゼンシュテルン島と呼ばれていた。大小二島からなるダイオーミード諸島のうちの小さな島であり、ロシア連邦局東ロシア本土とアラスカ本土の間に位置するベーリング海峡の間に位置している。約3.75キロメートル西の先にはロシア連邦領ラトマノフ島があり、その間にはロシア連邦とアメリカ合衆国との国境線と、 国際日付変更線が走っている。隣のより広いラトマノフ島とは異なり、リトルダイオメイド島には先住民が住み続けている。2010年の国勢調査によると、リトルダイオミイド島には110人の人口があり、ピーク時1990年の178人よりも人口減少傾向にある。この島全土がダイオミイド市に属する。島はに属するので、 一部の住民サービスはアラスカ州が直接提供している。国勢調査ではノーム国勢統計区に位置づけられる。冷戦中、ラトマノフ島とリトルダイオミード島の間にあるアメリカとソ連の間の国境の領域は氷のカーテンとして知られるようになった。しかし、1987年、リンコックスはリトルダイオミード島からラトマノフ島まで泳ぎ、 ミハイル・ゴルバチョフとロナルド・レーガンから共同で祝福された。コメディアンのマイケル・ペーリンが関太平洋諸国を横断する BBC のドキュメンタリーシリーズ、マイケル・ペーリンの太平洋一周の最初のエピソードで、この島は取材された。アメリカ国勢調査局によると、島の総面積は2.8平方マイル、島の西岸にダイオミード村落がある。島は、 アラスカ本土より 25km 西方のベーリング海峡の中に位置し、島の西方わずか 0.6km 先には国際日付変更線が走り、3.9km 先にはロシア共和国領のビッグダイオミード島がある。島の最高地点は海抜 494m であり、島の西岸の途中、集落から約 2.5km に位置し、 ラトマノフ島の先端を望む。島にはダイオミードヘリポートがあり、定期運行が行われている。陶器は医療品や重要物資を届けるブッシュプレーン着陸のため島民は厚い氷床を削って滑走路を作っている。その滑走路はその年の氷床の状態によって毎年、その位置が変更されている。下記の平均気温は4摂氏10度陶器の 平均気温はマイナス12摂氏十四14度年間の、平均降水量は250ミリメートル年間の、平均降雪量は76センチメートル下記の、数ヶ月は、ん天と霧に覆われる。平均15ノットの北からの卓越風が吹いており、最大瞬間風速は27秒速36メートルにも、達する。ベイリング海峡は12月中旬から7月中旬まで、 海氷に覆われる島の地質は主に白亜紀河口岩と石英門に岩で構成されている。村落がある場所は海岸まで続く切り立った断崖を持っていない唯一の地域であり、村落の背後を含む島全体がおよそ斜度40度を超える岩の斜面に囲まれているが、島の上部は海抜350から363メートルあり、比較的平坦である。 島の植生は極めて貧弱である。ありがとうございます。